あ、どうもどうもどうも。ミドです。とりあえず、木月美穂さんのですね、この CD と刺繍がですね、こう2つあるっていうサバイブアナザーシリーデーでですね、CD と刺繍が2つで1つというですね、作品を持ってますけども、いただきましたとか、まあ感じで、とりあえずですね、この中に、まあ、直線に封じられる生命の行動といったような、まあ、表現が中にあったと思うんですけども、ある意味で、まあ、計画性のないという都市開発みたいなところっていうふうには、市ではデジタライズドであったと記憶してますけども、なんか基本的に、なんかあれですよね、こう、都市のある種の開発のされ方が、まあ、計画性がありすぎて計画性がないっていうところを言えてるなっていう気もしていて、その、ある種、例えば、まあ、新宿なんかで、まあ、ダンボールとかで暮らしてる人たちとかが、まあ、強制排除的に追い出されたりとかして、でダンボールアート闘争とかが、まあ、カルチュラルスタディーズの題材になったりしましたし、まずその、まあ、高円寺的な、まあ、カクカクと区画されていないのにもかかわらず、なんとなくわさわさと楽しい感じとか、まあ、一緒に住んでる感じとかが、それ同居感みたいな、なんかそういったものがある場所っていうのが結構心地よかったりすると思うんですよね。だから少なくとも都市デザイン的、都市生活者的な、まあ、範囲で、まあ、生活するということの中に、ある種そのフランスのポンピドーセンターみたいに、こう広場っていうものもこう広く取ることっていうか、広場っていうのを、まあ、作るっていうこともある種その建築の中で、まあそういう大きく広場を取るってことも、まあ計画の中に入れるわけですけど、そういった計画性のない、広場とかですね、もさもさと繁茂するように文化が育つようなものを排除する思考、こういったものに対していかに直線リニアな線といったものを、対応していって、いかにですね、例えばフラクタル数学とかを使った、まあ、屋根を作ったりして、うまく熱を逃がしてやると方法とかを取る、例えば、学者の人が言わせれば、まあそうカク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 してるって感じは実は自然ではないっていうような批判があるようにですね、なんかこう極めて、リニアに作ってしまうことの危うさ、まあそういったものを、直線的なある種リニアなものが、まあ、生命の鼓動みたいなものってやつを、まあ、封じ込めてしまっている、そうした都市計画性に対してもさもさと反応し、まあ、あらゆる、まあ、植生的なあともさもさとした感覚、そしてまた大きくですね、自由度を上げた、まあ、空間のある種の構成、そしてコミュニティ的なものがもさもさとこう茂る感じ、そういった、まあ、生態系みたいなものっていうのをしっかりとなんか持ちうる、反もし持ちうるような、そうしたノンリニアな、まあ非線形的ななんか設計というか、なおかつ大きく設計しないことによる、まあ譲与の形で与える、設計、そういったものがもし、もさもさとする感覚っていうのを大事にした、まあ強制的な、まあ共に生きるというような建築だったりとか、まあ必ずしもリニアな線、直線的な線といったとらわれから、まさにですね、脱出するできるような、そうした都市の計画性、そういったものがまさにそのあの森だとか木の形のある種フラクタルなあの構造性とかを、まあ例えば屋根に使ったりするっていうような、まあそういった都市の計画性、そういったもさもさと、まあ、生態系ができるような都市の計画性、都市デザインといったものが、施行されるのなら、もしかしたら、僕らは生き生きと都市生活者として、森の感覚とかですね、もしくは、
まあ、それ似た、インスピレーションもしくは精霊、都市の、精霊といったものを感じ取ることができるのかもしれないですよね。少なくとも、ね、直線的なものに支配された世界、そういったものから従来の都市デザインを脱都市化していく形での新しいデザインとしての、まあ、ノンリニアな、世界観、そういったものが都市に根ざすとするとですね、まあ、木月みひろさんが詩で書いておられたですね、まあ、問題が、実は、まあ、広場を作ったりするってこととか、設計しないっていうことの設計性っていったものを、まあ、計画性が、をしてないことによって計画性のないものになってた。それならば、まあ、計画のある、本当の計画のあるですね、まあ、言ってしまえば神の計画のあるような、それが反映しているような、設計、そういったもの中で、人間が、生き生きとできる都市設計、そういったものが新たにですね、さまざまな思考過程や、まあ、出会い、もしくは、まあ、こう、さまざまな、まあ、過去の文献などですね、古典も参照しつつみたいな感じで、まあ、ノンリニアな非線形な、まあ、世界観、そういったものが、もともと我々が生きているその世界なんですが、まあ、それをまさに建築とかにしたりとか、まあ、都市のデザインとか、まあ、そういった剰余というか、余った部分とか余白というか、自由度の高い、自由なフリーでアナーキーなんですね、まあ、そういった、非常にその路上だったり広場だったりっていうものの面白さや、わさわさと住んだり暮らしたりできるっていう場所の設計性、そういったものの、まさに計画性、計画をしないことによる計画性、そういった、空白もしくはアナーキーな広場、路上、自由度が高い、表現可能性、表現することが非常に豊かにできる、そういった公共性を持った場所、まあ、例えば公園とかもそうだと思うんですけど、まあ、そういった中で、まあ、自主規制的になりつつも自由にこう自分を謳歌できる、そういった、まあ、リニアな計画性ではない、ノンリニアな非線形的な、まあ、計画性、そういったもののある、都市のデザイン、そういったものを目指される方が、実は、まあ、結構フラクタルな、例えば森の、数学的な構造とかを、まあ、反映したものとか、そういったものの方が実は人間的には、非常に優しい、都市が、できるのではないかなと。少なくとも、過剰にリニアなですね、都市設計によって受けた、傷のようなですね、ストレスも、まあ、少なくともリニアな設計よりはノンリニアな、非線形な、デザインのものがたくさんあった方が、ストレスが、減るのではないか、そのように、感じられて仕方がありません。木月みひろさんのこの詩集で、非常に優れた、箇所として僕が読めたのは、まさにその直線が支配していて、その非常に生命のある種の躍動感、行動みたいなのが、規制されて、こう、自由度がないような、そういったふうにいった、まあ、直線に封じられる生命の鼓動といったですね、この一句、ここに非常に、すごい、これは深いことを言っているなというふうに、まあ、詩人の直感がですね、時には思想家が書く一冊の本よりも、多くのことを伝えてくれるということの、証左、まあ、証明として、読めるのではないかというふうに思われます。少なくとも直線に封じられる生命の行動といった状態から、直線に封じられないような、まあ、線形に対しての、リニアに対しての、まあ、ノンリニアな、まあ、生命の行動をたくさんこう分かち合えるような、そういった都市の設計といったものが、非線形的なデザインが、多様に、生き生きと、都市生活者を、鼓舞していくような、生命が鼓舞されるような、生命が躍動するような、そういった都市設計がもしできるのならば、それに越したことはないし、なんかそういうふうになったら素敵だなっていうふうに、思います。御堂でした。ありがとうございました。